こんにちは、トイハッピーです。今回の動画はリール超回転獣王座ガンロット、トップには各フォームライノス、クロコダイル、ウルフ書いてます。で、今回のロットはロットというからにはね、釣り竿っぽいんですよね。そしてガンモードにもなる、そういった玩具です。敵を釣り針で引っ掛けて投げ飛ばすのかなとか、ちょっといろいろ考えちゃいます。で、長いんですよ。ビッグキングソードを上に乗っけてみると1個2個2個以上で横幅がかなりあります。ロット自体は全長 500mm、50センチですね。ビッグサイズということでかなり長めなので、箱も長いようです。こちらがインナーの状態です。はい、こちらが本体です。本当釣り竿みたいですね。こういうことですね。そんなに硬くない感じでカリカリもあります。先端がもう直感で遊べますね。これは変形です。裏には電源スイッチと、その下にスピーカー、横に電池ボックス。電池は単4電池2本使用です。蓋はネジ式です。電源オン。発光部分はこちら、なんかサイコロみたいですね。トリガーの攻撃音です。2種類のサウンドが交互で鳴ります。そして横にあるリールの回転アクションはこちら。回転させて LED が全部点灯すると波の音が鳴ります。逆の方向でも鳴ります。なんかね、高いところからこうやって名馬を1匹ずつ間引いていくのも面白そうですね。いつの間にか数がゼロになってるとかね、柔らかい感じのカリカリ、程よい感触。長押しで必殺技。ここからリールを6回転でチャージです。ランプが全部点灯しても6回転回してないと不発に終わります。通常攻撃音のままです。続いて6回転チャージいきます。必殺技の後は通常の攻撃音になります。2種類が交互になります。そして再び押しっぱなしにすると獣王座フィニッシュになります。なりきる前に離すと途中で終わります。それでは再び続いてガンモードです。先端を縮めてボタンでロック解除。これでガンモードです。トリガーで単発の発射音。リールの回転で連射音です。ガトリング銃撃ってるみたいなんですけれども、サウンドとリールの回転音がかぶりますね。長押しで必殺獣王座バーストが鳴ります。う一回ジュオーザバーストやってみます。必殺の後は通常攻撃音に戻ります。スピーカーから鳴る連射音はすごく心地いいんですけど、やっぱりこのリールと音がかぶっちゃうのでちょっと残念かなって思います。戻す時は上部の赤いボタンを押します。そしてこのロック解除で伸ばしてロットモード、同じ方向に6回転ってわけではないです。途中で反対に回しても発動します。先端は本体に比べてちょっと柔らかめの樹脂です。まあ軟質ってほどでもないんですけども、ちょっと樹脂の薄いところ、半透明なところが見えますね。押した感じはグニャってほどでもないんですけど、やはり本体に比べるとちょっと柔らかめの、そんな樹脂です。はい、以上デラックスジュオーザガンロットでした。ガリガリ回すリールアクションは面白いんですけども、今後の活躍次第で感情移入できてくるのかなと思います。去年のスターソードガンと比べると、あくまでも個人的な印象ですけど、なんかパンチが弱いかなっていう気はしないでもないです。あと全く関係ないんですけど、ちょっと色合い的にハイパー列車と似てる気が。以上トヤピーでした。ご視聴ありがとうございます。他にもジュオーザライトの動画も出してますので、ぜひよろしくお願いします。